あの麻生さんがあの一律10万円するつもりないということをこう発言したらしいんですけどあの、まあ、春にあのやった定額給付金ですよね春にやって届いたのは夏ごろだったと思うんですけどあの麻生太郎財務相は19日閣議後の記者会見で緊急事態宣言の再発令に伴い 去年実施した国民一律に現金を配る現金給付、定額給付金の再給付を求める声が出ていることについて国民一律10万円を支給するつもりはないさらに生活が困窮した世帯に限定して給付する選択肢についても考えにくいと否定的な考えを示したということなんですよね。あの僕はあの10万円配ってくくれたらすごく嬉しい 方なんですよ <laughs> あのまあ世の中には困ってない人もいるとは思うんですけど正直配ってほしいんですよね。でまあ、この記事を見てそのまあどれぐらいの人がそのもらったら嬉しい方のタイプなのかはからないんですけどあのもしかしたら反応を見てる可能性もあるのかなと思ったんですよね。こういうい 無限な言い方というかもうしませんよみたいなことを最初に言ってみたらどれぐらい反発があるかでめちゃくちゃ反発があってあの世論調査とか出て支持率めっちゃってゴーンって下がったみたいなことを報道とかされたらこれやるようになると思うんですよね。民主主義なのででややっっってっててほしいい言るる人が多い政策をやるべきだと思うんですよ それ中には困ってない人もいっぱいいると思うんですけどあのやってほしいって言う人の方が多いならあの <laughs> やるべきっていうのをもしかしたらこう観測気球っていうんですかねこう,こういう一回のろしを上げてみてこうやりませんよみたいなことを言ったらどんだけ反発してくんねやろって見てる可能性があるのかなって思うとこれ騒がないといけない事態なんじゃないかなと思うんですよね。 いやいやそんなん我々困ってるんですよっていうあの第1回目の時以上のインパクトで「おい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 」とこう <laughs> そういう声をいっぱい上げるべきなんじゃないかなと思うんですけどもしかしたら困ってる人やっぱりそんなにいなくてあの別に10万円なくてもええわっていう人の方が大半なんですかねこれがわからないんですよね。 それやったらもう残念ながらはこうもらえないというかそれはそうですよね別に困ってる人そんないい日んでってなったらそれは民主主義ゆえにということで10万円配りませんでもこれ反発がガーって出たらまたやるんじゃないかなと思うんですよね自民党の支持率を重きし低下するみたいなそれぐらいあの何て言うんですかねこれ困ってる人からしたら腹立つ言い,言い方というか いややそんなんやったらもう出歩きますよと <laughs> 自粛しませんよってなる人いるんじゃないんですかね特に若い人が低所得者の割合が多いはずなので若い人からしたらそんなもん関係ないわくれへんねやったらもう店やるとか言ってそういう人とかが増えそうですけどねわかりませんでもこれはあの僕はあの10万円配ってほしい方なので。 な,なんやねんって思ってます <laughs> 以上ただのゴミのざれ事でした芸術をぶっ壊すご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いいたします